Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。私、英語でね、アクティブハイスクールミュージックティーチャーピアニストまゆみって書いているので、まあ一応生徒も見てると思いますので、正確にこれからは、ご案内させてください。それではよろしくお願いします。先日ね、これに行ってきました。で、ものすごく考えさせられましたので、ぜひね、シェアさせてください。で、実はね、先ほど撮ったんですけど、もう言いたいことがたくさんありすぎて、ごちゃごちゃになってしまうので、聞いていただける方に分かりやすいように、で、自分も頭を整理できるように、3回に分けて撮りたいと思います。よろしくお願いします。今日まず最初にお話ししたいことはなんですけれども、まずこの内容なんですけれども、チャン・ツィーさんと金城武さんとアンディ・ラウさん3人主演の「ヒーローズ」っていう映画があったんです。ちょっと前ですけどね。その中でチャン・ツィーさんがこういう動きをもう信じられないほど素晴らしくかつ美しく、アンディ・ラウさんの前でこうやる、金城武さんの前でもするんですけど、っていうシーンがあって、あ、私これってそれだったんだってことが分かったんですね。それで前からすごく興味はあったんです。で、まあこういう感じで、まあもっと映画だともっと CG も使ってますのですごいんですけど、で、すごかったんですね。で、今日はその内容についてお話しますね。それがですね、私が思ってたのとちょっと違いました。この人たちってね、明日その次の動画で、その事務的なといいますか、ことについてはお話します。今日は内容についてですね。この団体ってニューヨークを起点としていて、中国の方なんですけど、中国本土では上演しないんですって。できないのかしないのかちょっと分かんないんですけど。でね、まあでも明らかにもう中国の伝統文化っていうのをこういうふうに前面に押し出したものであって、で、内容も、私が思ってたのとちょっと違っていて、女性、男性、そして、歌、それから2個の演奏などもあって、で、内容がですね、まあ、例えばなんですけど、こう、なんて言うんだろう、ちょっと私が思ってたのと違ったんですね。で、なんて言うんだろう、口コミみたいなのを聞いていただくと分かると思うんですけど、結構宗教チックなのか、だからどの立ち位置でこれを表現してるのかっていうのも正直ちょっと分かんない部分もあって、そういう意味においてはちょっとわからないところがありました。で、私はさっきも言いましたように、こういった動きをたくさん見せてもらえるんだと思って期待していたんですね。で、もちろんありました。で、美しい、そりゃあ美しいです。もうみんな本当に鍛えられた、どれほど練習したんだろうっていうね、素晴らしい鍛錬のされた美しい動きなんですけど、私はもう少しこれをたくさん見れるのかなと。クラシックバレエみたいな感じに見れるのかなと思ってたんですけど、結構いい意味でも悪い意味でもバランスの取れた公演内ステージになっていて、だから女性の踊り、男性の踊り、そして歌2個の演奏っていう感じで、で、毎回毎回その演目のたびに司会の方が出てきて説明をされるんですね。分かりやすいけど、まあ、正直私は毎回出てこなくてもいいかなとかね、まあ、いろいろ思いました。とにかくすごく美しいし、見る価値はあるんですけど、内容的にはちょっと私の想像とは違っていたっていうことですね。で、今日はね、この内容についてのお話です。でも本当美しいです。もう何
というかな、綺麗です。だから鑑賞する価値はあると思います。ただ、何回も言うように、そのちょっとなんかその立ち位置が私にとってはよくわからなかった。その中ニューヨークを起点としていらっしゃるということ、そしてでも中国本土ではしないと。そして内容的に、そのさっきも言いましたけど、なんかちょっと、あまりちょっとわかんない部分もあって、何を伝統文化を継承するっていうことにおいては素晴らしいことですし、そのダンサーの方々がどれほど日々練習していらっしゃるかっていうのはもう伝わってくる、素晴らしいステージではありました。ということで、日本公演がね、もう終わったんですよ、この間。これでだからお話ししています。こう名古屋でもう終わりましたので、日本公演はこれで終わったようです。で、次の動画ではですね、この団体がどういうふうに動いているかっていうのをちょっと伺ったので、それもそこにね、もう本当に学ぶべきものがあったので、それをお話します。そのヒーローズの、チャンツィさんのもう素晴らしい 舞踊は概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。チャンツィさんは私が大好きな女優さんの一人です。私、中国の女優さんで好きな方3人いて、チャンツィさん、ケリーチャンさん、そしてエグザイルのアキラさんと結婚されたリン・チーリンさん、3人とも踊れる方ですね。確かケリーチャンさんも歌って踊れる歌姫というキャッチフレーズですし、アキラさんと結婚されたリン・チーリンさんというのはクラシックバレエをやられていたと思います。だから3人ともとても美しい動きをされて、でも一番その、あえて申しますと、アクロバティックな動きができるのはチャン・チーさんという方です。では、次はね、このシェンユン、シンインね、を見て、私が本当に心から学んだことがあるので、そのことについてお話しいたします。いつも本当にありがとうございます。今日初めて私のこの動画を見てくださった方、本当に奇跡的なね、確率ですので、どのチャンネルかわからなくなる割に、チャンネル登録と高評価をしていただけますとすごく嬉しいです。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching. Thank you as always. If you need this in my channel, please subscribe and highly rate it. I'm so happy. So, see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。